いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、ポケモンパルデア図鑑、こちらの方がね、7月26日に発売がされるということで、こちらの情報入ってきたので、攻略本情報ですね。こちらまとめていきたいと思います。というわけで私なんですけどね、ポケモン動画いろいろ上げております。よかったら見てくださいというわけで、こちらポケモンパルデア図鑑。こちらね、販売日が2023年の7月26日。で、価格がね、1100円と、そんなに高くないです。で、ページ数はね、464ページとなっております。で、内容に関しましてね、パルデア地方で出会えるポケモン400匹を、あいうえお順に紹介する図鑑ということで、まあ、本当のパルデア地方の図鑑となっております。で、ポケモンの名前とかね、いろいろなポーズのイラスト、ここが特徴的かな。まあ、ただ単にデータ見るだけだったら正直今ね、ネットの時代なので、ググったら、まあ、多分簡単に出てくると思います。でもね、様々ないろいろなポーズのイラスト、これがね、ちょっと気になりますね。見たことがない。見たことがないというか、まあ、公式が作ってくれるいろんなイラストポーズ。これが楽しみですね。あとはね、パルデア図鑑番号、タイプや覚える技など、たくさんのデータがわかるということで、小さくてね、持ち運びしやすいので、まあ正直スマホの方が持ち運びしやすいから、今の時代にね、攻略本って流行らないんですけど、このね、ポーズのイラスト見たくて1100円で買おうみたいな方におすすめかな。で、サイズ小さいです。ね、千円札2枚分ぐらいの大きさとなっております。こちらですね。ね、持ち運びやすしやすいんですけどね、まあこういうのよくね、置き忘れとか、あるので、皆さんね、ぜひ持ち歩く方、忘れないように気をつけてください。で、過去の攻略本とね、ページ数比較いきましょう。こちら、宝探し攻略ガイド218ページ、完全ストーリー攻略526ページ、パルデア図鑑、完成ガイド784ページということで、まあまあまあ、ページ数多い、460ページなんで多いんですけどね、まあサイズが小さいので、結局そのために調整してページ数多くなってるのかなと。思います。まあ、なのでね、他の攻略本ぐらいのサイズだと半分ぐらいのサイズとか、もっとね、サイズ少なくできるのかなって思うんですけど、まあ、今回ね、持ち運びできる。まあ、そこにね、特化してるので、量としてはね、まあ、普通みたいな形だと思います。というわけでね、まとめていきますとね、まあ、今の時代に攻略本とか出てくれることがありがたいですよね。公式からの追加の、まあ、今回はね、イラストですね。様々なポーズのイラストを見れる。ここがね、面白いので、まあ、ぜひね、気になる人、1100円。まあ、ちょっと、各個人によって値段の感覚違うと思うんですけど、まあ、私とかだとね、スカバイを通してこうね、ポケモン攻略班というチャンネル、まあ、ありがたいことにね、チャンネル登録数1000人超えて、ちょっと一旦ね、終了させてしまったんですけど、最近ね、また復活してやってる。まあ、そんな感じでね、YouTube の可能性とか見せてくれてるのがスカバイ。まあ、そしてね、スカバイ自身もね、楽しませていただいておりますので、まあ、ぜひね、お布施という形で、あとはね、ポーズ気になるので買っていきたいと思います。では、今後もね、ポケモン動画どんどん届けていくのでよろしくお願いします。